専業主婦探偵、私はシャドウ。すいません、どいてください、急いでるんです、という第1話の冒頭シーンは、必ずあなたを救い出すから信じて待ってて、という最終回のあのシーンの続きだったわけでね。で、とりあえず最終的にセリナが選んだのはフミ君との再出発、まあ案の定という結末ではあったんですがね。とにかくこのドラマはフカキョンならではの可愛さがまあ全開となった作品でね。そうですね、うん、うちの息子もフミ君大好きでしたよ、うん、下の幼稚園の子なんですけどフミ君フミ君って真似してずっと言ってました。陣内がもう好きらしいです。あ、かっこええ言ってましたね。え、はい、まあどっちかというとね、うん、桐谷健太扮するあの陣内と二人で新しい道を選ぶっていうのもありだとは思ったんですが ね、うん、でちなみに視聴率は最終回 9.8、 平均で 10.0、 最高が初回の 12.6。 でところで、このドラマに関して毎回気になっていたのが、実はあの卓球シーンでね、あれ吹き替えなしで撮影されていたと。ほう。でほとんど経験のなかった藤木直人は、自分のことを思いのほか卓球がうまいなと自分で驚いていたそうで、で一方元卓球部の小日向文世さんは、こんなに卓球ができたのは高校の時以来ですとのこと。普通に違和感なくやってましたもんね、ラリーがねしっかり続いてましたし、でそのあたりに関して、卓球指導を担当したインストラクターによる撮影秘話が、ITS 三鷹卓球クラブのホームページに掲載中なんですが、監督さんからは当初セリフを言いながらラリーを続けるのは不可能なので、フォームの指導をしてほしいという要求でした。ラリーでは CG を使う予定とのこと。私としては CG ではなく実際にプレーしながら演技をしてほしいと思いましたし、実は監督さんや技術スタッフもできればそれを望んでいましたので、何としてもラリーを続けられるように指導したいと思いました。私は綺麗なフォームでラリーを続けるコツとして、1. ボールが飛んできそうなところにラケットを置いて待つこと。2. ボールの後ろにラケットを置いて、ゆっくりとできるだけ長くボールを持ち続けるようにすること。3. 最後の形を決めること。つまり、顔の前でラケットを止めて、最後に指先でラケットヘッドを3センチほど動かして、その後ピタッと止めること。この3点を強調しました。果たして大変勘の良い藤木さんと小日向さんは、私の思った通り2回の練習約2時間で驚くべき進歩を見せてくれました。そして彼らは CG ではなく本物でやろうと決めました。撮影本番では真夏の35度を超す暑い卓球場で何回も挑戦して5時間に及ぶ収録でしたが、見事にラリーを続け演じ切りました。監督の OK が出た瞬間には現場スタッフ約30人全員が歓声を上げ大喜びでした。まあなんといっても俳優という仕事ね、役に応じていろんなことを身につけなければならない。そうですね、このあたりがなかなか大変なんですが、まあだからこそやりがいもあるというものをね、そして専業主婦探偵私はシャドウの後を受ける2012年1月クール金曜ドラマは、恋愛ニート忘れた恋の始め方、彼氏内歴8年目突入中の32歳独身女をはじめ、仕事や趣味に熱くなりすっかり恋の仕方を忘れてしまった男女6人の恋愛ニートたち、恋のスクランブル模様を描くラブコメディ。主演仲間由紀恵、共演陣には佐々木蔵之介、市川美香子、永山健人、橋本潤、森山英二、野瀬杏奈、室井茂、爆笑問題の田中裕二、そして亮。果たして仲間由紀恵がいかなる恋愛しないヒロインに扮して定評あるコメディエンヌぶりを発揮してくれるのか、新ドラマ恋愛ニート忘れた恋の始め方、楽しみにしたいと思いますね。はい、続いては11人もいる、それが家族なんです。作曲が真田広之を演じた星野源、作詞は工藤官九郎、いわゆる挿入歌であった家族なんですが、なんと真田合唱団の持ち歌として重要な役割を担うことになるとは。長い歌でしたね、あれね。何番まで行くのやろうと思って聞いてたんですけど、ちなみに歌詞は、助け合ったり励まし合ったりしなくていい、金がなくても面白い、あったらあったで超面白い、それが家族なんです、考えることは大体一緒、それも家族なんです、傷つけたり励まして泣いたり笑ったり走ったり、何人兄弟でも一人一人は一人っ子、それが親子なんです、美味しいご飯と家族がいる、それで満足なんです、辛い暮らしでも夫婦の愛がある限り、家族は不滅なんです、助け合ったり励まし合ったりしなくていい、おじいちゃんだからおばあちゃんだから双子だからじゃないんです、好きだから一緒に暮らすんです、
重いものを軽々と持ち上げる。それが男なんです。愛されたいし愛したい、欲張りなのが女なんです、うん、生きていても死んでいても最悪見えなくてもいい、好きだから一緒に暮らすんです。それが家族なんです。それが家族なんです。ああ、ええ歌ですわ。ただ、それにしても、最終回、本当に慌ただしいというかね、はい、いろんなことが起きてしまって、そうですね。そして最後の最後、最後が、改めて11人もいると驚きの声を、うん、なんと幽霊の恵みが真田社の前で撮った家族写真に写っていた。つまり、うん、恵みはどこかに行ってしまったのではなくて、多分自分が真田家の火事の原因を作ってしまったことが申し訳なくって、うん、だから人知れず家族を見守るようについて回っていたっていうことなんでしょうけどね、うん、とにかく全体的にいかにも工藤官九郎らしいところが満載で、ある意味好みは分かれるところだとも思うんですがね、はい、まあこんなご時世なんで、うん、あえてゴールデンタイムに放送して、うん、それこそ家族全員で見てもらってもよかったんじゃないかともね、うん、結構楽しかったですよ ね、うん、ちなみに視聴率は最終回 7.5 平均 8.7、 最高が初回の 11.4。 おまあ言うても深夜ドラマですから、そうですよね、うん、これは致し方なし、まあね、頑張ってたと思いますよ、うんうん、そして、はい、11人もいるの後を受ける2012年1月クール金曜ナイトドラマは13歳のハローワーク、はい、子供向けの職業案内マニュアルをドラマ化、35歳の警察官が1990年にタイムスリップ、うん、理想の人生のために13歳の自分を再教育するというヒューマンファンタジー進路ガイドコメディ、はい、主演TOKIO の松岡昌宏、うん、共演陣には関ジャニ∞の横山優、うん、桐谷美玲、田中武人、三石健、古田新太、吹雪純、進路指導の教材として学校でも活用されている村上龍のベストセラー本を原作にした新ドラマ13歳のハローワーク、こちらも楽しみにしたいと思いますね。はい、